おはようございます。おはようございます。今日は珍しくないっすね。え、外って。いや、そうなの。めちゃくちゃ暑いっすね。いや、晴れてるな今日マジで。今日は、はあ、中丸くん車を買います。ちょっと待って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 、おめでとうございます。どういうこと。違う違う違う、嘘でしょ。5回。どうしたんすか。5回。車に最近興味が出だして、はい、よく家で車のやつ見てるんだって。今まで外車に乗ったことがないの。はい。そうそうそう。で、人生一回外車に乗ってもいいんじゃないかっていう気持ちが芽生えてきた彼、買います。わー、うわ、 YouTube っぽいな。5回。 YouTube やってますね。出るよ。近いな。今まで20年間ずっと国産だったんですよ。一回乗ったことなかった。はいはい。でもなんかこのまま人生一回も外車に乗らずにいいのかなって今更思ってっていう会話をこの間あの2人でかき氷行った時、はいはいはい、ちょっと話したんですよ、はい、だから別に買う買わないの話じゃないです。まあ興味があるな、いいのかなっていうぐらいなんで。あと根本的なこと言っていいですか。ジャニのチャンネルって基本女性というか見てる人、はいはい、車に興味ある人いんのかなっていうその心配はありますよね。いやいや、でもそれは確かにそう。でも中丸雄一がどんな車に乗るのかっていうのは多分興味がある。いや俺もそうだな。ジャニーズの先輩に見せてほしいっす。やっぱ、ね、先輩がどんな車乗るのかっていうのはやっぱ後輩としては気になるところでありますから。なるほど。これぐらい活動してれば、はい、これぐらいの車もしかしたら乗れるんだっていう、はい、っていうのはそういう面で気になる人いるから。まあ確かに見てる人もある。今回の気持ちを前に来てるんで早速行きましょう。いやめっちゃ高級やけど。やばいっすよ。いや、こういうすごい、ちゃんと高級車だよ。もう買ってたみたい。買ってる。あ、早いな。もう決めた。決めてた。あ、もう決めてた。これ俺じゃない。俺じゃないです。え、俺じゃないです。早いっす。うわ、すげえな。いい車よこれ。お二人は車詳しいっすか。波の知識ぐらいはありますよ。波の知識ぐらい。いくらっすか。わか。1168万。ありがとうございます。ありがとうございます。一回全部見ます。一応全然ですよ、はい、見ましょう。奥にゲレンデも。うわ、ゲレンデだ。いかつ。ゲレンデこんなにかっけー。このタイプの車やけに港区で見ますよ。やば、2000万だって。えこれ新車で買ったらいくらするもんって話じゃん。え、これ新車で買ったらどれぐらいするもんなんですか。すぐ500万ぐらい。あ、なるほど。ですか。要は新車だと買えない、ね、そもそも買えないってことですよね。受付もちょっと、いや、ぴったりじゃないですか。2000万よ。え、どこですか。山田くんの目。俺の目か。こっち580キロ、ほぼ新車なんですけど、全然ないセンスがあるので、その分値段も少し。こんな大きいんですね。なんかこんな近くで見るとかっこいい。すげえなー、中丸雄一。買う気いいっす。いっすじゃないですよ。え、ダメでしょ。いや、2000万とかじゃん。まあでも、それいろんな買い方あるから。2000万の車買ったっていうサムネタ。YouTuber でもそんな稼ぐのじゃないですか。そのみんなができないですよ。できない。でも、焦んなさんなって。上もあるから。あ、え、2階ですか。2階もご用意していただいてるんですよね。うわ、かっこいい。いや、やっぱりこういう。あ、フェラーリあるよ。ええー、嘘。すいません、じゃあこれ1台もらえますか。いや、怖い。ありがとうございます。これでいいんじゃないですか。嵐怖い。これでいい。いや、ダメですよ。これはやっぱりすごいもんですか。下のベンツもそうですけど、まだ値段上がってるんですよ。あ、むしろ、買っておいとくだけで変な話、いいってことだから。資産として上がっちゃうんだよ。いや、これ素人的な質問なんですけど、やっぱフェラーリってのはどういうところがあれなんですか。この金額にふさわしくなる理由というか。スポーツカーの最高の車を作るということで、変化が作ってますんで、まあ、例えばデザイン性ですとか。デザインか。で、今、例えば頼んでも、これはやっぱり2年ぐらい、まあ、最低かかる。やば。なんか、フェラーリの横に立つ小学生みたいな。なんかこんな格好で多分見に来る人あんまいないっすよ。俺じゃないか今日は。いや、まあそうっすけどね。今日俺もスタッフみたいなの飲んだから。めちゃくちゃ夏満足してます。これす
ジュッチ的にはどういうのが好きなんですか、車の形として。 SUV しか乗ったことなくて。へぇ、中見てみる。ちょっと座ってみて。え、座っていいんですか。めちゃくちゃかっこいい。3600万円マジなんだこれ。やば、かっこいい。相手ロゴだけやっぱ黄色でちょっとなんかポイントになってるもんな。フェラーリレッドですよ。ちょっと待って、椅子結構グイッてなるんですね。似合う似合う。でもなんか意外と、いい、似合ってる。あ、じゃあもうこれだ。これだわ。いやいや、これだじゃないですよ。ブレーキを踏んでいただいて。エンジンかけですか。これいや、もうかけないといけないもんな。どうすか。やっぱ怖いよ。怖いよ。どうやって切んの。これでいいですか。あ、いや、そこなんだ。いや、わかんない。こんなにもブレーキペダルここだよなって確認したのないね。それそうっすよね。バックトゥーザフューチャーみたいになっちゃいますからね。一応話したから。いや、ありがとうございます。重みが違いますね。なんか全てにおいて軽くない。その重厚感があるっていうか。もう立派すぎるな。いや、すげえなー。やっぱ羽馬か。すごいや。カッタンすげーわ。こっちほらでも、そう考えていただくと、安いですよね。安く感じましたね。安いですね。安く感じ、この半額ですもんね。1300万くらいかな。3000万の車のエンジンかけた男ですから。かわいいじゃん。かっこいいなぁ。すげえなぁ。夢あるなぁ、ちなみにさっきのスポーツカーは、はい、最高その何キロぐらい出るんですか。まあ、でも基本的に300キロぐらい。あ、じゃあ結構遅刻しやすいんですよ。じゃあちょうどいいですね。いや、日本だと法律に引っかかります。ユッチ的にはこういう形の方が普段乗り慣れてはいるんですよね。そうだね、乗り慣れてはいる。失礼します。何言うちきしたさい。もう車と会話してんだ。うわいや、高級ですね。あ、めっちゃ似合うっすよ。マジ。いいよ。あ、はあ、はあ、はあ。あ、かっこいい、かっこいい。似合う。あ、いいよ。あの、もしアクセル踏んじゃったら3000万当たるなっていう、そのやっぱり。そうだから、今回はありました。5000万ですよね、合計で。最強の玉付け事故ですね。いや、素人でもやっぱこの違い分かるもんすね。そのなんかこう、高いものだとか。まあまあ確かに。普通の車だとかっていうのはやっぱ違い分かりますね。だってこれ4人いけますもんね。4人はまあいける、基本的には。チャンネルで買うってことですか。いや、違います。え、個人で買って、チャンネルで兼用するっていう。ああ、なるほどなるほど。いや、なるほどじゃないですか。でもこういう色にしてるっていうのがちょっとぽいよ。そう。その派手すぎないというか。そうそう、確かに。無難なのは好き。抑えてるけどちゃんとなんかこうおしゃれな色を選んでる感じ。気がちじゃない方が好きだな。じゃあ中丸さん、はい、どれにしましょう。いや、ちょっと待ってください。ちょっとイメージ違いましたね。え、ちょ、いや、もうちょっとその話、庶民でもいけるみたいな普通の。でもね、庶民じゃないですから。いや、とはいえこれやばくないですか。ルーレットします。そしたらグル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 って回ってストップって言ったら YouTube っぽい。いや、 YouTube でも見たことない。ここまでいっちゃうとどうですか。さすがにそのもうリアリティなくないですか。まあまあまあ、もうちょっと気軽に、もうちょっとやっぱ楽しもうとしたら。あそこ外車ですか。ここ全部外車ですか。全部外車。あそこも見てもいいですか。どうぞ。見たいです見たいです。そこだったらまだちょっぴり可能性がね。うわー、でもかっこいいっすね、車って。アマゲーだって430万とかするんだ。あれ、これ198万円ですよ、中村さん。なんでこんな値段違うんですか。6年落ち、これ下取りじゃないですか。でもこれだと10台っすよ。え、これだと10台10台10台買うノルマですね。10台買うの。 SUV の輸入車最近人気あるの、ノルモ。わっ、ノルモかっこよい。
シートも可愛い色。本当だ。ちょっと。みんな綺麗に塗ってたんかな、中古車っつっても。2022年モデルだった。おお。うん。自動補償どうぞ。500は買ってしな。どうすか、めちゃくちゃいい。500。いやでもこれいいぞ。広い。ほらめっちゃ広い。フーマここで平気っすもんね。うん、あいつここで十分なもん。僕のキャンプ道具意識入んじゃないですか。かっこよくない。あ、768万円。いや立派。いい値段。ベンツもいいな。ベンツとかボルボとか、初めて会社 BM とか、はい、BM、 いわゆるザ会社って感じしますよね。そもそも予算いくらなんですか。いや何も考えてないです。だからいけんの、何も考えてないから。フェラーリもいけるってことですよね。うん、いける。気に入ったらいける。いや、いけるいける。予算どうこうじゃないから。すいません、欲しいのがあったら買うスタイルか。ありがとうございます。ありがとうございます。決まりました。まあ、じゃあちょっと一回中に行って。そうですね。ということで、まあ全て見させていただきました。ありがとうございます。まあ、とてつもないものもありましたし、みんなこう考えやすいプレミアムついてるのも全てありました。はい、何台行きましょう。まず、いやちょっと待って、買う買わないじゃないですか。え、複数台、ま、最悪もう本当本当本当に1ですね、やっぱね。だとして、いや、ちょっと気になってるのありました。いや、ほんと正直言うと、すべての車がめちゃくちゃに良かった。じゃあ全部いっちゃいましょう。いや、違う。最後まで聞こう。いや、今乗ってる車も、そのめちゃくちゃ気に入ってるんですよ。使いやすい。何年乗ったんですか。2年ぐらい。でもそれ手放したくないなってやっぱ気持ちもあるんですよね。夢の2台持ちだ。いや、でもそんな車しょっちゅう乗らないんですよ。絶対にいらないですよ、2台。全部それも中村さんカード用意してます。うわ、まあでも最初に言ったように、まあ SUV だとちょっとその意味がないというか、今乗ってるのとちょっと似ちゃってるんで、まあ種類としてね、はいはい、今回のテーマとしてはちょっと違うもの。お、となるとじゃあ中村さん、車買いますか。買いません。そういうの違うじゃん。ダメだよ。テレビいっぱいやってきたでしょ。ダメだよ。スッってやっぱスッって言わないと。ダメだって。貯めないとこういうのって。じゃあ中丸雄一さん、車買いますか。買いません。早いよ。はい。近くないですか。見て楽しめるってことも、うん、加えるとやっぱり三十万って。こだわりますね。見てても楽しい。まあまあまあ、なんかそういう満たされるのはあるでしょうね、もちろんね、本当に。ザビエルザビエルこうでしょ。いや、ザビエルこうです。ザビエルこうでしょ。ザビエルそうです。